清水銀行。重い鉄に重いを乗せて、鉄の流通に変革を。ハイテック。続いてオフィシャルパートナーのご紹介です。ワイボーイ、一緒ならもっと飛べる、ネル日本航空。世界中に驚きと感動を、ハイカ。未来を変えていく、未来を変えていく、エスコラスト。とっても美味しいサラダを食卓に、サラダ計画と SSK フーズ。心と体に美味しいものを、大豆ドリンクを。以上、出社の皆さんです。今後もエスコラストのサポートをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
本体がご登場いただき、またエスパス応援ありがとうございます。さあ、エスパスサポーターの皆さん、今日の試合を盛り上げるためにいただきなゲストが愛知さんに駆けつけてくれました。ご紹介しましょう。みんなおなじみのジャグライ、そして今月11日に新人エスパスの新人番組アンディをリリースした神リッチャーです。フェルマーズサポーターの皆さん、ようこそ静岡へ。なかなか大変な時期ではあるけど、せっかく来てくれた静岡、この週末を楽しんで帰ってください。そしてフェルマーズサポーターの皆さん、帰ってまいりました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてシーズン、このままでもらった19年目、初めて新春ソングを後輩に加えました。ではありますけれども、まだまだ来年も再来年ももっと平和になった世の中で、みんなと一緒にこのグラウンドでオールをかけて一緒に笑いたいなと思ってます。そんな気持ちを込めて今日はこの歌を歌わせてください。聴いてください。フロールナーもフレッシュのせいがみんなハロー、グラフェロでこの歌を
ありがとうございます。さあ、ジャマイカパーソナリティを務めて音楽の呼ばれるプログラムジャマイカミュージックスクールは SBS ラジオで毎週火曜日午後6時からオンエア。そしてクリミューキーが語ってくれました新シーズンのランニングは11月11日リリース、11月27日はミューキーの誕生日でした。クリミューキーハッピーバースデー。ジャマイカのクリミューキーでした。ありがとうございました。今日も笑顔で、これで7回目、8回目です。そうか、犬が本物だったのは IAI さんが初めて。社長、9回目はいつ来る？粘って粘って七転びが起きる。あ、いいな。市長の予約協賛スケキブワンダープレイヤー賞、選手の活躍を皆さんが採点してください。試合終了後から街は機械で動いている。太陽系切れない私たちは市民連絡する応援しています。
活躍でございております。そしてこの後選手入場時には先ほどお届けしました吹奏楽部の来人で入場させていただきたいと思います。
消化製作所です。さあ、ご来場の皆さん、入場時にお配りしました三菱電機とエスパルスのオレンジボードを選手入場時に掲げて、三菱電機消化製作所サポーティングマッチのスタジアムをオレンジに染めましょう。遅くなっちゃった日はご飯の支度をサクッと済ませたい。今日は新人ダービークライマックスシリーズ第2戦、
リーグ最終盤の重要な3試合である湘南戦、川崎戦、仙台戦をシスターにクライマックスシリーズとしてシスターが盛り上げてくれます。今日も絶対勝利なり。いたします。ウォーミングアップ終了後ピッチへの水まきを行います。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。また本日の試合はリモート応援システムを採用して実施しております。参加方法に関しましてはエスパルス公式ウェブサイトをご確認ください。そしてスタンドからの声を出しての声援、指笛、ハイタッチや肩組み、タオルマフラーを振る、もしくは回すなどの行為、Jリーグのガイドライン上、禁止されております。ご来場の皆様につきましても、リモート応援システムを活用して、声援を届けてください。皆様のご理解とご協力、お願いいたします。今日朝4つやってはずした。あ、朝4つやってんだ。昨日は、昨日はやってない。
ガイドラインにのっとり、それぞれの場所でそれぞれのスタイルでリモート応援される皆さん、皆さんの思いに愛が届いております。本日も熱いサポートをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は2022年安田生命 J1 リーグ第30戦シズナーリークライマックスシリーズ第1戦三菱電機静岡製作所サポーティングマッチ湘南メンバーキックオフは午後1時3分となっております。試合開始まで、しばらくお待ちください。それでは、メダリー放送させていただきます。本日の両チーム連覇の主人公です。まずは私、湘南メンバー本日のメダリーの主人公です。Thank you.
者提供、本日の両チームメンバーの紹介でした。Thank you.
ープ。
Thank you.
Thank you.